変だとバレなきゃいいですよ。やっぱりこれ、あれなんかないのかな。ちょっとね、おでこが目立つんですけど。うん、口に膨らました方がいいね。あ、でもやっぱり面長に見えちゃいますね。そうかな、やっぱり。ちょっとこっちの前髪が多いのかもしれない。この服はね、次のカラオケも考えたんですけど、カラオケはね、ちょっとミニのね、ミニの黒のドレスでちょっと、まあ、冒険しようかなと。ね、カラオケだったら、こっちの服の方がちょっと冒険かもしれない。やっぱね、帰るときは学生多いから、めっちゃ目立つんですよね。まあ、そんなこと気にしないけど。どんどん忘れてた。そんなにね、メガネ取るとね、こっちの赤電の方がいいんじゃないって、まあ、今日はつけがましてるんですけど。ということは、ヘビの方が、お部屋がのフィット感がいいって何なのって感じですよね。お腹には見えますね、やっぱり。これも毎日なんでしょうけどね。
曇ってるからいいですよ。昼過ぎまでですけど、電車にもいいですね。もうね、河川敷でもよかったんですけどね。